皆さんこんにちは。 DMG グローバルワンスキッパーの白石浩二郎です。今日はですね、この船、グローバルワン号をご紹介したいと思います。今、ちょうど日本キャンペーン中です。昨年のバンデグローブ本当にありがとうございました。なんとか、セーリングチーム、発足3年ですかね、このグローバルワン作って、僕はね、いろいろ手術とかいろんな難局ありました。あとコロナもなってね、なかなか練習できなかったんですが、なんとか、無事に、完走を果たしました。途中ですね、メインセールをね切ってしまって、皆さんには本当にハラハラさせてしまったんですが、なんとか、チーム一丸となってね、セールを修理して、完走を果たすことができました。ちょっとね、成績はね、16位ということであまり良くはなかったんですけども、当初の目的通り、DMG セーリングチームで、初参戦、初完走、あと東洋陣初ということで、全体的に通してね、良かったんではないかと。今回はね、また新しい歴史と物語を、ね、作れたんではないかと思ってます。で今横浜におります。せっかくね、完走したので、これをね日本の皆さんに見てほしいということで、今回日本キャンペーンを開催しました。芦屋とか関西、そして名古屋で東京ということで、今まで2000人以上の人に見ていただきました。ですがなかなかね、やっぱりね、大勢希望者全員にお見せすることができないので、今日は YouTube を借りてですね、このグローバルワンの全容をねご紹介できればと思います。いずれまたね、皆さんにね、乗っていただきたいなと思ってます。また4年後もね同じ船を使いますので、まずはどんな船かね見ていただいて、どん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 この船を好きになって応援していただければと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんをね船内の方に、ご案内いたしますので、一緒についてきてください。はい、行きましょう。概要から説明します。このグローバルワン号、全長が60フィート約18メートルですね。で高さ、これマストの高さ、デッキ上で28です。非常に高いマストになってますね。あと特徴なのがこの赤い、これ羽みたいに出てますね。これ僕らフォイルって言います。ジェットフォイルのフォイルですね。あれを出すことによって船体を浮かして水の抵抗を減らして速く走るという、これは最新技術のものですね。はい、それ今片っぽしかないんですけど、本当は両方入ってます。はい、このヨットはですね、キール、バラストキール、約3トンの重りがついてます。それが10度、油圧で動くようになってます。それによって傾いたヨットを直すという仕組みですね。カンティングキールと言います。これが非常にこのイモカの特徴的な手法になってます。フォルムはこのような形で非常に戦闘的で美しいですね。これは BPLP というフランスのデザインチームが設計したもので、マルチプラストという造船所で約10ヶ月かけて作りました。非常に美しい船体と、このデザインもね、森清輝のコーポレートカラーですね。黒と白とで赤ポイントでね、やってみました。とても僕も大好きな船で、綺麗にねまとまってるんではないかと思います。それではまた次中説明します。はい、はい、これがね船の後ろですね。非常に幅が広いです。約6メートルあります。南平洋行くときに大きな波に乗せるために幅が広く取ってあります。サーフボードと一緒ですね。幅が広い方が波に乗りやすいと。でね、舵、普通真ん中に1枚なんだけど、僕ら2枚ついてます。今片っぽ上がってます。でもう1個今上げてみますね。じゃあお願いします。こうやって僕らキックアップラダーって言います。支障のない場所をこう開けるということですね。どっちか刺さってますね。こういう状態で上げます。でもう一つハイドロジェネレーターといって水中発電機ですね。左側の今ちょうどプロペラ、ちっちゃいプロペラついてます。で船を走りながらプロペラを回して発電すると。であれで電気を作ることによって燃料いらないですよね。で電気ができることによってなんと水を積まないんです。でなぜかというと電源で増水器ですね、ウォーターメーカーというのがあって、ポンプで回してフィルターを通します。この海水を、そしたら真水ができるということなので、電気を起こすことによって燃料もいらない、そして水もいらないということで船がだいぶ軽くなりますね。はい、で今の最新テクノロジーはこのような外観になってますよね。
はい、では行きましょう。はい、ちょっとね、後ろのこれアンテナ類説明しますね。この TDDI と書いてある、これはあのインマルサット、静止衛星で衛星通信するものです。で、もう一つありまして、これがサータス、これはあのイリジウムですね。あの近い距離の衛星を使います。まあ、2つとも違うタイプの衛星なんですけども、あのこれで、僕らは気象情報を得たり、相手の位置を得たり、あと、テレビの出演したり、ね、ラジオ出演したりするのはこの2つのアンテナを使います。あとちっちゃいのはこれ受信機ですね、 GPS、ナビゲーションに使うアンテナですね。でこれはあの船の位置を発信する発信機ですね。でもう一つ、あのこれ大きいの、これね、救命ボートです。もし何かあったね、非常事態があれば、この救命ボートを膨らまして脱出します。でもう一つ、この下にね、非常用のハッチがあるんですね。あの船ひっくり返った場合、そのハッチからまた同じ救命ボートがね、ちょっと袋詰めで入ってるんですね。そこからこう脱出するということです。でこれはまあ救命ボートとアンテナ類をこう集合させたところですね。はい、ここがコックピット、操縦席ですね。僕たちの船っていうのはシングルハンド、たった一人でやります。本来この船ってね、5、6人で操作するんですが、僕ら一人なので、全てのこう可動部分とかコントロールシートが一箇所に集められてます。もう全部手の届くところに、操作するものがあるという、そういう設計ですね。でまず最初、あの舵、ハンドルですね。でどうやるかっていうと、僕らこれ使います。あのこういう回るウィル使うところもあるんで、僕らこのティラー式ですね、舵棒ですね。でこれを伸ばして、でここでこっち前ですね。でこっちでこの、フードの中を見て、こうやって操縦するというイメージですね。で昔はこういう屋根がなかったです。もう青空の下ね、こう風見ながらこうやってたんですが、今フォイル時代になって船の低速がかなり上がって、スプレーがすごいんですね。波に突っ込むとここまで、波が来ます。よってもう全部こうフードで、ね、隠されてシールドされてます。で、あの逆にシールドされちゃうとね、風がどっから吹いてるか感じないんですね。でそこでこういうメーター類がとても重要になってきました。だから今のヨットも非常にシステマチックで、こういうこう最新こうコンピューター設備が多くなりましたね。それが非常にこう、なんかな、もう科学的な感じになってきましたね。はい、でここでいつもこうメーター類を見ながらこうドライビングするということです。はい、こっちが前ですね。でこれがよく多分あの映像で見ると思うんですが、これがウィンチです。90本のロープを4つのウィンチでコントロールします。で、このロープを巻いて、でこれがペデストルというですね。で本来は昔はね、こういうのなかったんですね。これでこうやって手でやったんですね。でもこれではなかなか力が入らないということで、これ通称コーヒーグラインダーっていうんですね。でこのスイッチを入れて、こうやると回す。で両手全体で、セールとかね、ロープを巻き上げられるというのが特徴です。でこれも重たくなってきたらね、自転車と一緒でギアが落ちるんですね。これ1対1で逆回します。でギアが落ちます。さらに回します。さらに落ちます。でこのウィンチは3段階ギアがある。でここで2段階、自転車でいうと前2段、後ろ3段です。で合計で6段の変速ができます。でこれでもう100キロのね、メインセールを巻き上げていくという仕事がありますね。でこれは結構こうハードワークになりますね。あとあのウィンチを間違えないように、で色もなるべく違う色を使って一発で分かるように工夫してます。でここにあとマニュアルですね。どうやって方向を変えるかね、もうこれだけの、まあ、のメニューを壊さないと方向は変えられないということで、まあまあ今ちょっと複雑すぎるかな。はい、だから詰将棋やってるみたい。で一人ですので、一回ワンアクションですよね。同時に2つはできないので、はい、だからもう本当にいつもこう冷静にね保って、着実に一つ一つこなしていくというのが、シングルハンドで世界一周のコツですかね。はい、これがね船内です。ここで一応仕切られてます。この中は一応ドライを保ってます。で、これだけの大きい船なのに非常に狭いです。で立てるとこここ1箇所だけですね。で、これ見た感じで全部この船ってカーボンでできてるので、本来ね真っ黒なんですよ。でいろいろ議論はあったんですが、私はぜひペンキ塗ってくれと
指示しました。他の船はねペンキの重さも気にするのでもう真っ黒なんですね。だんだん気がめいってきますということで僕らはこの天井を白くして、でね我が艇の特徴はこれです。これロープが入ってるんですけどね、強度的なものではなくロープケースなんですけど、朱色に塗りました。なんか鳥みたいでしょ、ね、だからこれだけはね朱色に塗れということで、この鳥をイメージしてね、塗りました。だからまあちょっとペンキ代は重たくなるんだけど、やっぱりね気が滅入るよりもねちゃんと快適に、やりたいですからね、まあ、過酷な世界周レースなので、まあ、この天井と脇だけ塗りました。で壁はね、一応塗らないようにしました。軽量化のためにね、そういった船内になってます。はい、これがナビゲーションのコンピューターです。このコンピューターを使ってカーナビのすごいやつですね。で進路計算をします。で僕らね、フランスのヨットレース界はアドレナというねソフトを使います。でこれは今時線があったり他の船が映ったり他のレース艇が映ったり、あともう一つこのコンピューターに衛星携帯電話を通じて気象情報を入れます。で最初からこの船に僕の性能が入ってますので、でこうやったら早いよということで指示してくれます。ただそれ気象情報も変化しますので、前ここに書いたんだけど、6時間に1回新しいフレッシュな情報が入ってくるんですね。で毎回ダウンロードして計算させるということで、重要なナビゲーションシステムです。あとね、これ携帯あるんですけども、船内は全部 Wi-Fi 飛ばしてます。で、生中継とかもこの携帯でやってましたね。今、そういう時代ですね。昔はもっとスイッチ類があったんですけど、全部こうタッチパネル化したり、かなり軽量が進んでますね。僕らもオートパイロットですね。自動操舵装置も、機械ですし、今のヨットってコンピューターから衛星から、Wi-Fi から飛ばしているのでかなり弱電ですね。が強くないとなかなか世界史難しいです。これコンピューター類電気類が詳しくないと、結構今のヨットレース界は難しいですね。はい、でヨットってのは傾くのでなかなか真ん中でしないんですね。で、このチャートテーブルを移動させて、で普段ここで、ナビゲーションして、でこの4日かって1時間ぐらい寝ると、あんまり1時間以上寝ないですね。でキッチンタイマーも大体60分にセットしてるんだけど鳴らしたこと1回もないんですよ。ここで寝てまた起きてやって、何かあればすぐ飛び出すといった感じになりますね。はい、これがね、グローバルワンのキッチンです。キッチンとしても狭いんですけども、で普段どうしてるかっていうと、これでお湯沸かします。これ山用のジェットボイルですね。でこれでお湯を沸かして、で何食べてるかっていうとね、こうやってワンパックワンパック一日してるんですね。でその中でもですね、アルファカワイってこういうサラサラの乾燥したお米ですね。でこれにお湯を入れて約15分で、ご飯が食べられます。でどうしてもねもう暴れて、お湯が炊けないとなると、水を入れると1時間で食べられるようになりますね。基本宇宙食ですね。でなぜかって言ったら、僕ら出港してから90日間ですね、約80日間、無補給です。それで冷蔵庫はないです。だから野菜も取れないですね。で温度は赤道付近の40度から南平等の5度以下ということで、温度変化も激しいです。でその中で持つものってやっぱりこう宇宙食っぽいものなんですね。おかずでちょっと缶詰ぐらいですね。だから意外とねそんな量、少ないですよ。でそちらの棚2段でもう世界一周も終わりますので、そんな持っていかないです。はい、でちょっとこのキッチンの奥にこの白い筒状のが、ウォーターメーカーですね。でこれで海水を真水に変えます。でさっきこう発電機でね、発電した電気をバッテリーに貯めてこのポンプを動かして、真水に変えます。ですがまずいですまずいからね、ちょっとなんかねちょっと塩分残ってんのかな。だから僕前回ね結構良かったのが、ソーダストリームって炭酸作るやつですね、ビールあれ持ってったんですよ。でなんかねコーラの素とかいろんなテイストがあったん で炭酸、作って、で、コーラ作ったりオレンジジュース作ったりして飲んで、ごまかしてましただから今、基本的にはお水を積まないんですよ。非常用に 20リッターぐらいはねいつもキープしてるんですけども、だいたい後ろで発電してこのポンプ回して、水を作るというふうになってます。
ですね。だこの辺がこう、我々のキッチンスペースですね。食料なんですけども、だいたいこういう僕らバッグに入れるんですよ。でこれがね、前回ナンバー6まで6個分でした。でつまりね、世界一周分の食料って1,2,3,4,5,6 この2段ぐらいで終わりです。だそんなね食べないんですね。皆さんこうご家族の分想像されてね、1年間分ってすごいんだろうなと思うんですけど、まあ、僕らもうこんなもんですね。はい、だ意外とね、スペースは取りません。船のトイレなんですが、トイレはありません。なぜかさ、トイレって重たいでしょ。で船に穴開けたくないので、基本ね、僕らのボートには船な、トイレがないんですね。でこれがトイレです。バケツです。このバケツに、して海に流すということで、もう僕らはねトイレを置くようなことしないんですね。まあまあ一人だからね、中でしても外でしてもね、特に迷惑かかんないんで、もうトイレは我々はバケツというものでございます。でね、ちょっとこれヨットのさっきの入り口なんだけども、これ紙貼ったでしょ、逆さまに貼ってあります。これなんでか、実はヨットが逆さまになった時用のマニュアルです。例えばクジラに当たってね、下の重りが取れちゃったり、いつひっくり返るか我々わからないんですよ。でバーンとひっくり返った時どうすればいいか冷静にね対処できるように書いてあります。でここに EPUB という SOS 発信機だったり、ひっくり返るとねどうなるか、船内が暗くなります。こういう間取りが全部海水に浸かるので、で今で低いところですね、ひっくり返ったら高いところになるようにケミライトってね、こうライトがついてたり、いつひっくり返っても慌てず対処できるようになってます。でひっくり返った場合、そこから、脱出して、さっきの後ろの脱出ハッチから脱出するということになってますね。まあ一人で世界一周です。いついかなる時何が起こるかわからないので、ちゃんとどんなことが起きても冷静にできるように準備は整えているということです。この船はもう見た通り戦車とか戦闘機の中にいるようなもんです。なるべく軽量化を図るので、もう配線もむき出しです。これも全部むき出しで、Wi-Fi 飛ばしてます。 Wi-Fi 飛ばすのは配線が少なくなるからですね。でかなりの弱電が入っているので、やっぱコンピューターに結構詳しくないと今なんとかなかなかセーリングできないんですよ。で僕らも走りながらオートパイロットを壊れたりコンピューターを壊れたり、走りながらプログラミングを書いたりね、昔ではない仕事がいっぱい増えてきましたね。だから昔ってね、ヨットで世界一周と目が良くなったの、今ヨットで世界一周と目が悪くなるね。ずっと一日コンピューター見てますからね。まあ、そんな、もう本当にこうケーキ類のね、もうケーキ類だらけの船になりましたね。でこのコックピットから前は、ここがホイールのケースで、前はセールロッカーになります。でちょっと行ってみますね。もう本当に潜水艦みたいにバルクヘッド、要するにいつどこが破れてもこっちに海水が入ってないようになってます。でそれでは前に行きましょう。はい、ここが船の前の方、セールロッカーですね。でこの白い袋に入ったら全部セールです。今のところ僕ら10枚持ってます。で全て形も大きさも違います。追い風のセールっていうのはまん丸いやつですね。で向かい風は平らなやつですね。だからもう追い風の大中小、向かい風の大中小っていう感じで約10種類のセールを持ってます。でバンデグローブの場合は8枚縛りです。だから僕はどれか2枚下ろさなきゃいけないんですね。はい、だからまあ、それも各チームの戦略によります。まあ、何持ってってもいいんですよ。大きいの2枚持ってってもいいですし、で僕らはね、まあ、今後3年にわたって次の新しいセールプラン、どういう、ね、ものが早いかというのをこれから研究していきます。で本番はここにはないです。セールは全部オンデッキで後ろに持ってきます。後ろを、ね、重たくしたいの でタック方向を変えるたびにセールを移動すると、結構重労働ですね。普段ここからセールを持ち出して、ね、デッキ上に、ね、乗っけて展開すると。でこれが一番重たいですね。これ A3、これで80キロあります。でこれをこうグッと持ち上げて、出してね、また畳んでしまうというとっても重労働です。はい、でもう一つ、船にはバルクヘッドって壁がいくつもついてます。潜水艦と一緒です。でどこが破れても沈むことはないです。この船はルール上、浮沈構造です。水をいっ
ぱい入れても沈んではいけないという構造になってますし、まあ、世界一周一人なので非常に丈夫に作ってますから、まず沈むことはないですね。だから意外とこの船はね安全にできてます。結構本当に丈夫にできてますので、そんなね強度的にはね世界一周僕は心配しておりません。でそれではですね、ここからいつもセールを持って上に出ます。で実際デッキに出てみましょう。はい、ここが船のハッチですね。ここからセールを出して、ここにセールを展開して、グラインダーでマストトップまでセールを上げていくというふうになっています。いかがだったでしょうか。ぜひね、今後とも皆さんの応援がね僕の力になりますので引き続き応援してください。今後の予定をちょっと申し上げます。来年22年はですね2レースあります。バンダーアークティックレース、アイスランドを一周していきます。そしてとても大きなレースで、ルートドラム、フランスからカリブ海のレースですね。これ大有名なレースで100点以上出ます。それに我々も参戦いたします。で23年はトランザットジャックバーブってコーヒーのルートですね、ブラジルまでのコースで行きます。そして24年、そこはアメリカ行って、今度ニューヨークバンで行って、多分その間にパリオリンピックが24年行われます。そして11月バンデグローブです。我々セーリングチームの目標がですね、私がこのグローバルワンを預かってもう一戦します。そして森オーナー曰く8位以内を目指せということで、僕は、この、ね、グローバルワンで8位以内を目指します。そしてもう一つ、若手を育てるということでセーリングアカデミーを行います。で今ミニというね 6.5 メートル の, 小さなヨットを2杯作ってます。1人は日本人チーム、今のところフェデリコが乗るということです。でもう1人ヨーロピアンチーム、まだちょっとこの時点ではスキッパー決まってないんですが、ヨーロピアンの選手が乗るということで、フェデリコと、もう1人スキッパーを2人、ミニのレースで、ね、輩出します。まあこれからスキルを上げていって、いずれは今からねレベルまで来てもらえばいいなと思います。でもう1つ、日本にヨット文化を広めることということで、このキャンペーンをはじめ、またね今後の多くの皆さんにね知っていただいて、このバンデグローブセーリングチームをね広めていただければと思います。ということで、私はもうこれからヨーロッパに渡って、いっぱいレース出ますので、引き続きの応援をよろしくお願いします。それでは頑張ってきます。